何よ。ようこそガラスの利休、ようこそ。今日は表に貼った氷を利休さんに見せてあげようと思って、持ってきたんですけど、こっちはめっちゃビビって、めっちゃビビって焦りまくって無理やったんで、ちょっとかけらの方を持ってきてみたんですけど、利休さん氷どう？食えた？別に氷なんか食わへん。かき氷は食ってたよな。お、そっちもいける？それは怖い。それは怖いの？怖ないで別に。あれ？うん。はい、いけ。さあ。いいよ。いいよ。アタックして割ったら？お、乗るん。あー、足冷たそう。めっちゃ滑ってるやん。めっちゃ滑ってるやん。おもろおもろ。何と思ってんのお前は。見たことないやろ氷、かき氷以外。冷たかった？冷たすぎました。これは、はい、これもここにちょっと入れよう。はい、どうぞ。落とすなよ。え、冷たないん？すげえな、カラス。まあ、みんな雪の上で遊んどるもんな。雪国の人らは。うまい。冷たかった？食うてるやん。おいしいですか氷は。でっかいもん食えるか。それは無理っちゅうもんやろ、力さん。冷たい。冷たすぎ、もしかして。なんや、その、途中でフード食うのはなんなん。もうやんて。もう氷は来ました。はい、ちゅうわけで、今回は力さんに表でできてた氷を見せてあげました。意外に興味を示して、ツンツンして溶けたとこを飲んでんのかな、お水飲むみたいにピチョピチョやってます。美味しいんかな、氷にはえらい食いついてますね。意外に思ったより、うん、カリカリするのが楽しいのかな。というわけで今日は終わりにしたいと思います。力さんは氷が好きでした。力やん、終わりな。バイバイ言える？はい、バイバイ。無視すんなよ。バイバイ言えよ。いきゃーん、バイバーイ。みきちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。
もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。